天是文当在台湾的最后一天，我们吃完早餐呢就要马上去机场回去，因为文当明天要上班，我也要上班。今日は最後の一日だ。そうだね。文当。在文当来就是这一家，是我高中就一直在吃的，上次拍影片也有拍过。那今天直接点一些我推荐的给文当吃吃看。楽しみ。ルーちゃんのおすすめやからな。どれも好きやろ。雰囲気どう？太棒了。刚才文当问我这里有没有贡丸，因为他昨天吃贡丸觉得太好吃了。阿德塔贝达，阿德欧西卡达。文当一直觉得那个贡丸他难以忘怀，他觉得太好吃了。この星マークなる。この星マークおすすめ。台湾はなんかあの写真とか載せないんだねあんま。ここ古いからさ。やっぱハンバーガーある。不想見に行く。文当现在这里看他们怎么做。ピンクですか。先让文当吃看萝卜糕。あれが。大根餅。大根餅。美味しい。文当タレ何？美味しい。醤油のちょっとネバネバタレ。美味しい。でも普段何でも美味しいって言うから何が本当美味しいのは分かんないよ。本当に美味しい。いいガチのやつ。大根餅って美味しいね。太好了，文当喜欢萝卜糕。なんでこれ使う？サラダ洗いたくないから。シャッ。完蛋，文当会被拉肚子。好美味しい。本当甘い？甘い。文当吃蒙古蛋饼，这个蒙古蛋饼是我超爱吃，高中就超爱吃的。这蛋饼里面包冬粉，肉燥冬粉超好吃。哪里的？超好き、これ超美味しいなの。あるある。本当本当？よかった。この二つどっちが好き？あ、大根餅。文当文当好笑。那これはネギクレープパイ自体が好きだからさ。これネギクレープパイじゃないよ。蛋饼っていうものでネギクレープパイよりちょっと薄め。文当一直以为这是葱抓饼，好笑。那美味しい。これ日本人でも好きな味で食べやすい。これも多分ね日本人大根餅。日本人代表ってわけじゃないけどね。なんか卵ついてる。めちゃ食ってる俺。嬉しい。めっちゃうまいわ。文当はあんまり朝ごはん食べないから、食べない。ちょっとこういう油系のものちょっと苦手かなとちょっと心配したんだけど、でもかなり好きになってくれて嬉しい。なんて書いた？台湾顔。果実の果。我们那个开店的哟。世上最首要的是不在于咱们在何处，而在于咱们朝着什么方向走。どういう意味？世の中一番重要なのは私たちはどこにいるかじゃなくて私たちはどこに向いて歩いてるんだ。こんな奥深い言葉どこに書いたんだ。然后我另外帮文当点的是炒泡面，要先嚼一嚼再吃。哇。最後一個食べて。はい。じゃあいただきます。はい。文当吃炒泡面，我觉得文当呼气的时候超可爱，旁边两边会鼓起来。嗯。どう？好吃啊！めっちゃ好きな味。どれが一番好き？こっち？焼きラーメンとか。いや、美味しい。文当现在在把最下面掉下来的冬粉全部吃掉，他说不能浪费，太好吃了。台湾人が太る理由分かったよ。食文化が美味しい。だって朝からこんな食わないよ日本だと。マジうまい。今回の台湾旅行はブちゃんが欲しい台湾旅行でした。うん、本当台湾を楽しんでるって感じ。現地の食べ物美味しいから。三年前どこ食べた？丸亀製麺食った覚えある。对，因为我不太出门，然后又都在图书馆啊、念书之类的，所以文当来，我也不知道带他去哪里玩。然后文当三年前回日本之后，就完全不觉得台湾有什么好玩的。然后这次我就是来血耻，我的直播台湾都有打给的哦。ありえない、45分。ありえない日本だと。好开心哦，看到这样吃。开心。开心啊。好幸福。完食しました。哎，文当全部吃光光了，好棒啊！美味しかった。よかったね。めちゃめちゃ美味しかった。那我们在台湾的最后一餐就让文当去结账。まさかレシートないのか。谢谢你。我们现在要前往机场了。现在我们把行李放在那边，准备要去桃园机场，要回日本了。楽しい台湾旅行終わりだな。台湾旅行成功。文当说他觉得我长得很像那个粉红色的生物，就拍照了。你在哪有？很像你这边。文当特别带一个枕头在飞机上睡觉，是我叫他带的，因为联航位置比较挤。有不来？有不来呢？好累哦。好累哦，为什么？因为不知道，不懂。刚才地勤把我的护照跟机票交给文当，然后文当就骗我说他没有拿到，我就吓死了，要回去找。どうしてわざわざ騙したの？面白いじゃん。面白くないよ。文当真的是一个很讨厌的人。我文当在入境之前呢、啊，买了一个欧米亚给他，买的是芝麻糖，是我们昨天在九份吃，他觉得好吃的，因为里面量很多，就刚好可以给文当的同事这样分着吃。我叫夏丽酱。日本人最喜欢我夏丽。夏丽酱。好想你，好想你，好想你，好想你。我是真的真的好想你，不是假的假的好想你。See you Taiwan。See you Taiwan。
谢谢采访，拜拜。因为我想喝的饮料都没了，最后我买了一个红巴热茶给文当喝喝看。我们红巴热茶好文气，台湾瓦巴巴就是没加他的溜，好喝。看我们文当大爷现在爽成这样坐这个椅子。我们现在已经上飞机，现在就要回日本了。とても楽しい台湾旅行でした。ありがとう。拜拜。拜拜。谢谢 next time。